ウニウニさんからの体験談。ウニウニさん。はい、ウニウニさん、これ今から5年前の春、うん、私が東京でお仕事をしていた頃、ある男性と出会いました。ほら、その時私がまだ桜を見れていないと彼に話すと、じゃあ週末桜を見に行こうと、うん、群馬へ桜を見に行こうとなりました。ほうほうほう。東京から車で向かって目的地に着き、桜の名所であるとても広い公園の敷地内を1時間以上歩いたと思います。ほう。その日は天気もよく汗もかいたので、売店でソフトクリームを食べて一休み、うん、そこで私が神社仏閣を見るのが好きだと言うと、うん、それなら近くにおすすめの神社があるよと、そちらも連れて行ってくれることになりました。うんうんうん。最初は日本一大きな金色の大黒様がいる神社、うん、そこに行ったと、うん、そこで彼から神社の詳しい参拝方法を教えていただきました、うん、鳥居をくぐるときは一礼から始まり、最初は左側を歩くと、うん、階段はゆっくり上がる、うん、参拝するときは住所、氏名を伝えること、うん、無知な私はそこまで必要なのと、内心照れや、半信半疑になりつつも、うんうん、言われた通り参拝をしましたと、うん、その後遅めの昼食を食べていると、もう一つ連れて行きたいところがあると言われ、うん、向かった先は、もう行っていいのかな、出てるかな、うん、妙義山近くにある妙義神社というところに行ったと、はい、時間は午後の3時から4時頃、はい、少し西日が出始めて人気もなく、何か空気が違う気がしましたと。鳥居をくぐるとすぐ右側には運動会などでよく見る白いテントが一つ立っており、巫女、うん、さんが一人でお守りの販売や御朱印帳の受付をしていました、はい、そして目の前には一直線に伸びる165段の石段、うん、ゆっくりと石段を上がり、一組の参拝客が入れ違いに帰っていき、境内には私たちだけになったと、うん、本殿を参拝し周りの装飾などを眺めていると、彼がこっちだよと本殿の裏側へ、うんうん、そこは本殿を囲む堀と裏の竹やぶを隔てる、うん、塀というか堀みたいなのがあって、うん、その間を人が一人か二人通れるくらいの道を彼は進んでいきますと、うんうん、本殿の陰で道は薄暗く、内心怖かったのですが、私もゆっくり後をついていくと、はい、本殿の真裏の塀側にカラス天狗と赤い顔の天狗、うん、2つのリアルなお面が飾られていて、お面の間には小さな社が建て祀られていましたと、うんうんうん、その異様な雰囲気から怖さが増して、うん、ここでふざけたことは絶対にできないという妙な緊張感がありました、うんうん、参拝するとき私がその頃夜の仕事で生活が乱れて体調を崩しやすいと彼に話していて、うん、天狗様に自分の体を守ってくださいとお願いしたらと勧められたので、うん、じゃあとお賽銭を入れ、うん、手を合わせ心の中で言われた通り願い事を唱えていると、うん、神社から離れた遠くの住宅街の方からうーと、うん、甲子園の始まりの時に流れるサイレンのような音が響いてきたのです。流れる時間帯もおかしいし、うん、普通の住宅街からお願い事を唱えているこのタイミングになんでと内心焦りましたが、うんうんうん、ここで取り乱してはいけないと思い平常心を保ち、うん、参拝を終えドキドキを抑えながら本殿を後にしました、うん、そして帰りの石段を降りていると、石段と石段の間に少し開けた場所があり、うん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 、その右手には何かを囲むようにしめ縄が張ってありました、うんうん、近寄ってみるとしめ縄の中心となる真下の土の中に白い石が一つ埋まっているだけでした、うんうんうん、しかしそこは彼曰くその神社のパワースポットらしいのです。そして石の真横には天狗の腰掛けと名の付く真横に幹が伸びた立派な杉の木が立っていました、うん、すると彼はしめ縄の中に入り、うん、白い石の上にまたがるように立ち手を広げ目をつむり、うん、1、2分そのまま立っていると、うん、足が熱くなってきたと言い始め、うん、私は本当と返事をしつつも内心少し冷ややかに彼を見ていました、うん、その絵でいいんですか。この絵はね、うん、ああこの絵だね。あ本当これはこの絵だと思う。マジですか、うん、ああ足が熱くなってきたと言い始め、うん、私は本当と返事をしつつも、あ違うでしょ、うん、これあれですよ、ああ足が熱くなってきたと言い始めたわけですよ、うんうん、そしたら私は本当返事をしつつも絵の部分はまだわかんないけど、うん、本当の部分もなんかそう絵に引っ張られた感じに言わなくていいから本当の言い方じゃなくて本当でいいからミスミス、うん、今のはね同じトーンで両方言っちゃったからね、ただのミス、そう、はい、でそう言ったんだよ、はいはい、その絵じゃないけど、はい、って内心、はい、ちょっと彼をね、はい、何やってんの彼引いてたんだって、はい、すると、はあ、今度は君ねと勧められ、おいやパワーなんて分かんないなけどと思いながらね、うん、同じようにしめ縄の中に入って石をまたいで、うん、目をつぶって手を広げて立ったんだって、うんうん、するとそれまで静かだった周りの竹やぶが奥の方からサワサワサワって揺れ出しました。ほうほうほう。
あれと目を閉じながら異変を感じていると、どんどん風は強くなり、うん、気づいた時には強風で竹やぶはザーザーと暴れ、目を開けると周りは葉っぱや土ぼこりが舞い、やばいやばいやばい、パシパシパシと小石が顔や体に当たってきましたと、やばい、びっくりした私はうわーっと声を上げて顔を覆うようにその場へしゃがみ込んでしまいました、はい、時間にして 2,3 分の出来事だと思います。気づくと風も落ち着いて、うん、周りは静かになっていましたと、うん、ゆっくりと顔を上げると彼と目が合い、お互い呆然としていました、うん、私はゆっくり立ち上がり、今の何だったんだろうと思っていると、頭上からバキバキバキーっと何か折れる音とともに、うん、私の 1,2 メートル先に大きな木の幹がドシーンと落ちてきたのです、うん、立て続けの出来事にびっくりして、とっさに私はここに立ってちゃいけないんだと思い、石の上から離れてその場で2人して立ち尽くしていました。少しの間沈黙は続き、彼が落ちてきた幹を隅にどかしてその場を後にしました、うん、帰り際一部始終を見ていた巫女さんにも心配され、私もそれに何て返していいのか分かりませんでしたと、うん、東京へ戻り、私は自分の部屋でその日の出来事を思い返していると、昔何かの本で天狗が持っているうちわは仰げば仰ぐほど風が強くなり吹き荒れるという話を読んだことを思い出し、うん、他にも調べると民間伝承の中で天狗つぶて、どこからともなく大小の石がバラバラ飛んでくるということですよね、うん、あと天狗倒し、はい、山中で木を切り倒す音がして行ってみると何もないなどの伝承や話があることを知りましたと、うん、姿形を見たわけではないし、偶然と言われてしまえばそれまでなのかもしれませんが、体験した本人しかわからない不思議な感覚があり、半信半疑で参拝していた私に目には見えない存在を確信させるには十分すぎる不思議な出来事でしたということなんですよ、うん、はい、お願いします。いきます。はい、吉田さんです。ええいや、だからなぁ、1フェイントギア上げたからね、毎回上げた。そうそうそう、吉田さんからいただきます。はいはいはい、不思議なお話なんですけどいいですかっていうね感じでいただいてました。なんでしょう。一番古い記憶は何歳の記憶ですか。古い記憶だから自分の一番覚えてる、うん、一番古い記憶です。前フレッシュなラジオでもね答えましたね、ありましたけど、うん、この方は3歳の時の記憶なんだそうです。3歳、はい、その記憶についての話です。はい、親戚の家の、うん親戚の家のこれなんだ、あーなるほど、家が建ったんですね、家建てたんですね親戚 が、はい、うん、お家建ててそれのお祝いに行ったらしいんです、うん、はいはいはい、で親と一緒に行った時に、うん、こう親戚のね、大人たち含め、うん、もう大人はもうみんな忙しく、動き回っとると。まあそうでしょう。で小さい子供だった私は一、うん、人、遊びに飽きて、うん、ふらふらと近所の家に入っていきました、うん、近所の家に入っちゃったんだ、うん、すごいな。でその近所の家は昔ながらのお家で、うん、庭には鯉を飼っていて、うん、小さなその鯉が泳ぐ池があった、うんうん、で子供の私は興味津々で、うん、鯉を捕まえようとしたけども、うん、手元が滑って池の中へ、あ池はそんなに深いものではなくせいぜい50センチ程度のはずが、うん、どん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 体が沈んでいくんですって。えで池の湖面だけが明るく遠ざかっていって、もうやばいよ、周りは真っ暗、これやばいよ、水中のはずが全然苦しくなくて、うん、周りが完全に暗くなると、うん、次は背中の方がどん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 明るくなってくるんですって。明るくなってくるの。そうで、そっちの明るい方を見るとね、はあ、あの全体的にこうぼやけてんだけども、うん、明らかに一面お花畑が広がってんです。あれこれはもうあれじゃないですか、いわゆる臨死体験みたいなことじゃないですか。とても綺麗だったので、うん、そっちの方へこう行こうとした瞬間に頭の後ろからおーいと声が聞こえて、はい、湖面の方から誰かが自分を呼んでいたと、はい、その声を聞いたとお花畑には行っていけない感覚になって声のする方へ戻ったと。で戻っていくとこうねまだあこう水面から出ていないので水の波紋でね声の持ち主の顔がこう分からなかったんですけど、その声の主の手がボンこの私の手をつかみ水面に引き上げてくれたと。声を上げるとそこに、あ違います、顔をこう上げてみるとね、はいはい、水面から顔を出してみると、うん、そこにはこの手をね掴んでくれた人いないんですって。誰もいない。誰もいない、うん、でも親が慌てて私を近所の庭から引っ張り出したんです、うんうんうん、で親曰く自分で池から普通に上がってきたんですって。ご両親はそう見えてる。そう見えてる。自分でこうやって上がってきたのが見えてるんです。へえ、そうなんだね。ねで3歳ですからね。でもう
両ご両親は慌てて、うん、大丈夫かっつって来たけど、うんうん、まあ大丈夫だったと。ただ、はい、その呼ぶ声とか、うん、こう引っ張り上げられた時のこの感触は、もう今でも大人になった今でも覚えてるんです。なんだろうねこういうのはね。だからまあね、さっきも言ってたように、うん、これ臨死体験なんじゃないですかっていう、それが一番古い記憶なんです。まあ、僕にゃんこ好きでもあるので、はい、猫にまつわる自分の不思議な実体験、はい、実家で飼っているココという猫との出会いのお話、メルさんという方、5人組の、え5人組の、あいや誰が宮前真紀で誰が瀬のあずさで大野美京でね、可愛らしい女の子の猫の羽田エリカね、いやひなげしの花でなくてよかったじゃないんだよね、ああそうですね、違いますから、ここの話じゃないんです、ここの話、にゃんこさんの、ね、の話ね、そうですよ、はいはいはい、すいませんね、ポニーキャニオンからデビューした、いやここやないかい、それだから、あすいませんポニーキャニオンからかどうか覚えてないですよ、わかんないですけど ね、はい、今から12年ほど前、はいはい、25歳の時に自分は長野で1年間の農業研修をしていましたと、はい、ある日の早朝、いつものように田んぼの見回りへ自転車で向かい、はい、天竜川という大きな川を渡ろうと土手を走っていたところ、はい、突然誰か女性のような声で子猫を拾ってと聞こえたのです。それと同時に子猫に餌をやる映像が脳内に浮かびました。これ白い湯って書いて白湯か、白湯で餌をふやかした状態のものをあげている映像が浮かんだと、うん、今のはなんだと思いながら自分は天竜川を渡りました、はいはい、この橋はかなり長く200メートルくらいはありますと、うん、そして橋を渡り、下りに入る、いつもは猛スピードで下るのですが、うん、その時はそんなこともあったので、あれは何だったんだろうと考えながらゆっくり自転車で走っていたところ、道端で子猫がミャーミャーと鳴いていたのですと、はい、偶然にとてもびっくりしましたが、その子猫に手を伸ばすとすんなりと捕まえることができたので、かぶっていた帽子の中に子猫を入れて研修先の家に帰りました、はい、研修先で猫は飼えないので2日間だけ隠しながら飼い、はい、それからすぐに実家の愛知県に連れて帰りました、はい、言っていいのかな、これ駒見橋という橋で拾ったので駒見と名付け、自分の親に飼ってもらいましたと、とても可愛くて人懐っこく、親戚が大勢来ても誰にでも懐き、特に小さい子供が尻尾を掴んだり顔面をひねっても全く怒らず、おとなしくしていたり、寝てる親戚の子供に寄り添って寝たり、うん、親戚にもこんな猫なかなかいないぞと大人気、うん、もちろん親もとても可愛がっていましたと、うん、しかしそれからちょうど1年が経ったくらいのある夜、こまみは脱走してしまいました、うん、そしてその次の日の朝、車にひかれたこまみを近所の人が見つけて教えてくれましたと、うん、はい、歴史なのにとても綺麗な姿で亡くなっていたのが不幸中の幸いでしたと、はい、動物霊園に行く際には親戚の子供が遠いところから駆けつけてくれたり、皆から愛された本当にいい猫でした、はい、今まで犬2匹猫2匹を飼ってきましたが、皆長生きしていたのにこまみだけ1年くらいだったのですごくショックでしたと、何より母が常に面倒を見ていたので一番ショックを受けていたのは母です、うん、その落ち込みはひどく、こまみが亡くなって2ヶ月ほど経った時、母に新しい子猫飼ったらと提案しましたが、母はこまみの兄弟しか飼いたくないと強く言っていました、はい、しかしそれは無理な話、こまみは長野でたまたま拾った猫ですと、当時研修は終わり、僕は静岡で働いていたのですが、まだ長野で同じ農場研修をしていた子が残っていたので、ダメ元で電話をしてみました。こまみの説明をして、もし猫をそっちで拾ったら連絡くれないと電話で伝えると、その仲間はしばらく固まっていました。どうしたのと聞くと、ちょうど今日の朝段ボールに入れられた猫3匹を拾ったというのです。その段ボールは水路に捨てられていて、沈む瞬間に拾い上げて危機一髪だったそうです、はい、その仲間曰く、普段通らない道なのにたまたま通ったらまさかの猫、そこへさらに僕から電話で驚いたそうです。次の日、僕は静岡から長野まで行き、子猫3匹を連れて実家の愛知に帰りました。どの猫も亡くなった小まみに毛の色は違うけど、どこか似ていましたと、うん、そのうち1匹をずっとここにいてほしいということで、母がココと名付けました、うん、あとの2匹は近所の人がもらってくれましたと、ココは今12歳になり、今でも元気で実家にいます。小まみの兄弟かは分かりませんが、いろいろ不思議なことが重なって出会いましたし、同じ長野の農場付近で顔はそっくり、何かつながりがあるんじゃないかなと思っています。高校生の時に体験した話です。はいはい、はい、おじいちゃんの、うん、はい、代では、うん、肉屋さんをね、はい、されてたんですって、はいはいはい、で店舗を増やす兼ね合いもあって、うん、3階建てのビルをお父さんが買って、
そのビルを改装して、うん、1階がお肉の製造工場現場で、はい、2階がその会社の応接室とか物置とか、うんうん、で従業員さんたちの休憩室トイレとかね、うん、こういろいろね、あるんですって、うん、で、3階に、うん、ゆかりさんたちの自宅、うん、はいはいはい、作りました。3階に作ったんだ、でできた当初は近くのお寺の人にね、うん、ちゃんとこのお払い、はい、もちろんそうですよね、人祭みたいなこう家払いみたいな、ね、うん、はい、してもらい、これからがすごく楽しみでワクワクしてた、はいはい、で引っ越ししてきた時に、うん、今までこう川の字でねこう家族みんなで寝てたんですって、はい、で、この引っ越してきた時はこう一人部屋ができたから、あ、こう自分のね好きなようにレイアウトもできるし、高校生ですからね、まあ一人で寝たいでしょう、うん、で引っ越ししてきて念願だったワンちゃんも家に迎え入れて、あ、いいですね、家族は6人になりました、うん、でプライベートの空間できたことにすごく嬉しかったです、うん、嬉しいでしょう。で引っ越しして落ち着いた頃、うん、彼氏ができて、で、その当時の彼氏がね、うん、こう家に遊びに来た時に、あら、こう高校生のしょうもないノリでね、うん、あれ、ゆかりの部屋に髪の長い女の人いるじゃんみたいなこと言うんですって。あ、まあまあね、ボケでね、ちょっとやめてよて、ね、そういう絡みが欲しくてね、そんな冗談やめて、怖いやよそんなんね、うん、言わないでよと、はいはい、ね、言ったんですって、うん、でいやいやそれだと二人部屋じゃんみたいな、はい、ルームシェアじゃんみたいな、ね、楽しいやり取りですよ、なるほど、ね、ありましたよ、うんうん、でそれから時は流れて1年ぐらい、はい、その飼ってるワンちゃんがね、ほう、夜中にしきりに玄関に向かって、うん、いやちょっと喋ってますよね。いや完全に喋ってます。後半藤波と厚みになってますよね。喋りましょう。あ、本当ですか。藤波か蝶野のギズガに聞こえたので、最初はワンだったけど、はい、ワンちゃんですよ。いや最初はワン、最初はあれね、そうそう、ワンちゃんが、いやちょっとふざけないで、ちゃんと玄関にね、いやちゃんと向かってちゃんとやって、投稿者の方でいるんだから、ちゃんと夜中に、ね、夜中でしょ、吠えるんですって、うん、そうだよ、うん、そうだよ、うん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 、喋ってるやん。いやてか今日のの呼吸なってるよね。完全に呼吸なってるね。今しかも2回目ぐらいからおかしかったよ、もうちょっと。もうちょっとワンの部分はないと。苦しいねこれ。はい、まあ、ね、ワンちゃん吠えると。すいませんね。はい。はい、こういうこともやっちゃうんですよ。すね、ワンちゃんが吠えて？犬が吠えるんですって。うん。でうっせえなってなってね、まあね、そうずっと吠えとるから どうしたんだと、そうで毎晩決まってね同じ時間に吠えんですって。へえ、で泣き止まないと、そっから、あ、そうなんだ、そうで何かあるかもしれないなと思ってね、こうお父さんが、うん、こう知り合いのつてにね、うん、家払いをもう一回することになったんで、お払いをやったけど、そうで1回目はお寺の人に頼んだんですって、はい、で住職がね、はいはい、こう来たんですが、うん、2回目は知り合いのユタさんに頼んだんですって。ユタね、で当日にそのユタの方と助手の方がこう来てね、はい、建物を全部こう見たらしいんですよ、はいはいはい、そしたら、うん、原因があると、原因は1階の工場だっていうんですね。1階、はい、もうこれしょうがないんです、お肉を扱うので。あ、まあ、いわゆる、はい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 、で動物の魂がたくさんあって、その魂が3階の自宅の玄関先まで来ているんじゃないかと。うーん、でそれがワンちゃん見えてしまって毎晩こう玄関先で吠えていたんではないかということになって、こう1階をねこうお祓いして、うーん、で、その日からワンちゃんは吠えることがなくなったんです。はい、そして建物をこう全部見終わる、一番最後にこのユタの方が家族全員の部屋もねこう見てくれたんです、はいはいはい、でこうねお父さんお母さんとかねこう兄弟こう見て、うん、で最後にこのゆかりさんの部屋、はい、こう入れるなりにね、うん、今まで何も感じてなかったのって聞いてきたんですって。あ、えっと分かんなかったの、うん、でいやいや分かんないですって言ったら、うん、この部屋にね髪の長い女の人がいるよ。いや立てかん、あ立ってたあれ、いやどこ噛むねん彼氏のセリフ再現象として噛んだで普通にねユタの方が笑いながら言うてきたんですって、はあ、いやいや気づかない、こんなはっきりといるよ、はっきり分かんないですって。ですごくびっくりしました。当時の彼が言ってたことは本当だったことに、そして何も気づかぬにずっと二人部屋だったことに、うわやだな、
気づいてしまったと。で、聞くとベッドの枕元にその髪の長い女性はずっと立ってるんですって。うわ、でずっとうつむいてるんですって、はい、ということはこう寝ながらその女性とずっと目合った状態で寝てるんです。うわすごいな。ただ悪い例ではないと。ないんすか、うん、でもとりあえず部屋から出してほしいとお願いしたんですって。いやそうでしょう、うん、で出していただいてその後は何事もなく終わったんです。そんなことも忘れて過ごしていた何年後か。あら何年後か。部屋でね電気を消して友達と電話をしてたんですって。電気消してね、消してね、暗い中で、うんうん、で、気づけば夜中の2時を回っていたと、はい、あ長電話しちゃったなっつって、で、うん、寝る前にトイレに行こうかなと思ってね、うん、こう部屋を出てねトイレに向かったんです、はい、で部屋の電気を消してたのもあってこう急にね、うん、パチって廊下の電気つけて眩しいじゃないですか、はい、だからもう感覚で生きるでしょ慣れてる家だったら ね、 家だったら ね、 ね、でそう廊下の電気もつけずに歩き出したと、うんうん、で家の作り的にこう玄関上がって左にトイレがあって右にこう廊下が伸びてて、その廊下の手前から左側にお風呂場があって、うんうん、で次女の部屋三女の部屋、うん、で右側に両親の部屋と仏間があって、それを全部超えた一番奥にこの方ゆかりさんの部屋があったんです。なるほど。で自分の部屋を出て次女の部屋を通り過ぎようとした時に、うん、あまりにも前が見えにくく、まあ、ここ見えないぞと、うんうん、で電気をパッてつけたんですって、はい、で電気をつけて風呂場の前を通ろうとした時にめちゃくちゃ誰かに見られてる気がするんですよ。何と思って、うん、で後ろ向くけど当然みんなが寝てるだけなんでね、これ誰もいてないんです、うん、で気のせいかと思ってまた歩き出した時に、うん、玄関の靴を脱いで家に上がるこう段差があるんですって、はい、ちょっとね玄関のところに、ね、はい、靴を置いて履くところ、うん、上がりがましのとこね、でそのところに女の人の首から上こう顔のこの上だけがこうやってここに台に乗ってる。いやーこれはやばいな。目開けてこれはやばいね。で横向きでこう出てたんですって、こういうふうにこう横向きで、でその完全にねこう顔やっていうのが認識できた時にその顔がグググググってこっち見てきたんです。うわで完全に目があったんですって。ああで完全に目があったらもう驚いて声も出せず動けないと。ああしかもねその目は白目がなくて真っ黒なんですって。で普通ではありえないこう大きい真っ黒な目、うん、で顔は真っ白なんですって。うわーやばいね。でこう横を向いててねこう持ち向いてきて、で横を向いてるのに前髪は綺麗なこうまっすぐこうパッツンなんですって、うんうんうん、もうそこまではっきり見えてた。見えんだ。でこう目があった瞬間ね、目が合った瞬間に、うん、あやばいと思って、でなおかつその幽霊がこう瞬きしたんですって、はい、あこれ瞬きしてるなと思った瞬間に、うん、よりやばいなと思ったんですって、うんうん、自分を認識されてると思ったの、うんうんうん、だからもうダッシュでね部屋に入って布団をかぶって震えてると、うん、いつも気にならないその柳、はい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 、ね、ミシッとか、家がね、普段全然気にならないんですって、うん、普段も鳴ってるから、うん、だからもう気にならない、そのやなりがねちょっとした音でも気になってくるんですよ。いやめちゃめちゃ怖いでしょ。だってついてなんかまた来るんじゃねえかと思う部屋に。でこれは大丈夫だと、やなりだから大丈夫って思いながらもちょっと怖いからこう顔をね布団からちょっとずつこう出したんですって。何もなくて安心しました、うん、でも焦って戻ってきたから廊下の電気つけっぱなしやと、うん、ね、思い出したんですって、うん、であやばいって思ったんですけどもう怖いから出れないじゃないですか、うん、で部屋にこう飛び込んで、来たからね、うん、ドアをこう閉めてるものの、うん、廊下の電気ついてるから、うん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 、この下から光見え漏れてるんですよ。わーやだな、ね、で、うん、こう見えるから、うん、どうしても見ちゃうじゃないですか。いやそれ見ちゃうよこれは。明るい方、うん、でその明るい方をこう視線やってみるとね、あのね巫女の影が、うん、トントン来たんですって、はい、ね、で確実にその女性がね歩いてきて部屋の前に来て止まった足の影だと思ったんですって。うわってことはさっきの柳も足音なんですよ。ああなるほどね。ミシミシっていうね近づいてきてる音だったんだね。そう近づいてる音だったんです、うん、でその2個の影見た瞬間なあもうダメだと、うん、ああもう怖いと、でもうそのまま意識失うように寝てしまったんですって。で後日そのユタにね、お話ししてみたら、
自分のその建てたこのね家のすぐ横がもうその、うん、霊堂だったらしく、霊堂だ、うん、あの時私の部屋からはこう出した髪の長い女性が、うん、まあ、そこにいなくなったと。あの部屋って多分その霊が居つきやすい場所なんですって、そのこの方のゆかりさんの部屋が、うん、だからいなくなったから別の幽霊が来たんですって、うん、うわ結局出してもまた来ちゃったんだ他のやつが、そう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 、なんですって。でそれからうちでは毎年そのゆたさんに来てもらいお祓いを今でもしてもらっていますということで、あー今も、うん、白カラスさんの体験談を、これねちょっと変わった話なんですよ、はい、昔に知り合いから聞いて忘れられない話がありますと。その方が鎌倉の病院で受付をしていた時のことらしいですけど、はいはい、新人の頃に夜勤をしていたら入り口の自動ドアがガチャガチャっと開いたり閉まったりし始めたと、はいはい、でびっくりしてるとベテランの方がね、うん、あ誰か亡くなったから書類用意してと言ってきたそうです、はい、でよく分かんないでいると、あここね亡くなるとドアがこうなるからと、うん、なんか普通に言われたそうなんですよ、うんうんうん、でそんなエピソードがある病院で、はい、また別の日にね、まあ、夜勤してると年配のご夫婦が入ってきて、はあまあ、体調が悪いから見てくれと、はあ行ってきて、どんな具合か尋ねてもなんかよくわからないことを言うと。よくわからないこと、うん、なんかそのことなんか質問の答えになってないような要領を得ない感じで、先生も来てしばらく押し問答をしてたら、いやお金はあるからと持っていたカバンからね、はい、葉っぱを出してきたらしいんですよ、うん、って驚いてると、うん、そのご夫婦はコンコンと叫びながら、うん、待合室のソファーの上をぴょんぴょん飛び跳ねながら出ていったそうです、うん、で知り合いの方はもうその時もうこんなところにはいられないと、これを機に辞めたっていうお話でございます、うん、スキッドローさんです。スキッドローさんありがとうございます、はい、僕の中学生の頃の実家での不思議な話を聞いてくださいと。はいはいはい。僕の家は郊外にあり、町に住んでいる、うん、おばさん、お母さんの友達だそうですね。ほう、はい、まあ、知り合いのおばさんが霊感が強いと、うん、はいはい、お母さんからいつも聞いてたと、うん、でそのおばさんいつも車で来るんですって、うん、家に遊びにね、うん、でここに来る途中、うん、途中にあった林道の右奥の森がちょっと気持ち悪いと、うん、で車でそこを横切るたびに、うん、横切るたびに悲鳴が頭に響いてくるって言うんですよ。悲鳴が響く、悲鳴が聞こえるんじゃなくて悲鳴が頭に来るんですね、多分ね、キーンみたいな感じで、うん、でいつもそれを言うんですって、うん、来るときに、うん、でみんなで怖がってたと、うん、である日そんな話も忘れて、うん、この方がカブトムシを取りにね、その林道に入ったんですって、うん、はい、そしたらそこでふと思い出して、うん、あれおばさんが気持ち悪いって言ったのここら辺の森の奥かなって、ね、あ、なるほどね、で思い出して、うん、で体を横向きにしなければ進めないほど竹と木が密集した森の中をこうどんどん奥に行ったんですって、うんうん、じゃあどんどん暗くなる密集した森の中を数十メーターほど進んだ時に、はい、一軒家の庭ぐらい、うん、ちょっとイメージつきづらいですけど、はい、一軒家が建ってるようなご自宅の庭ぐらいの、うん、まあ大きさよるけど ね、 ね、一般的なまあまあ普通の大きさの家ってことでしょ。磯野家にしますか。あ、まあでも磯野家意外と金持ち施設あるからね意外と所得あるんじゃないかみたいなこと言うからね。あ、じゃあ桜家にしますか。桜家にしようか。あ、でもあそこはでも意外とあそこも仕事をちゃんとしてるよ。伸び家。伸び家も無理だろうな、だろうな。なんでまたはまんねえ。じゃあ吉田家にしましょう。あ、一番なんとも言えねえじゃないですか。なんかいろいろバレちゃうみたいなことで、なんか、あ、でもうち、まあまあありますよ、でも。そうなんですよ。はい。ね、はい、庭がありますね。白い壁でね。はい。いや、言うなよ、だから。バレるじゃねえか。そして来なかったら恥ずかしいじゃねえか。なんで来ないと恥ずかしいんだ、俺は。家族いるんですから、はいはい、はいはい。なんで、うん、その、ね、庭ぐらいのね、はい、感じで、ちょっと待ってくださいよ。うん、ポツンとね、うん、なんかこう森の中にそれぐらいの、ね、広さのなんかこう、はい、開けた場所がポツンとあったんです。珍しいですよね。そう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 、ポツンとあって、うん、でそこだけね火の光が差し込んでて、地面にねこう岩と枯れた竹の葉っぱがこういっぱいあるんですって。ほうほうほう。でなんでここだけ
その周りの人としてるのに、何なのやろうと思って、うん、でよく見てみるとね、うん、それは岩ではなく全てボロボロに朽ち果てて倒れた小さい墓石やったんですって。墓石、墓石、そういうこと、うん、で数十個あったでしょうか。本当に昔の墓石だと、墓石だと一目で分かりました。その時に後ろから背中を強く叩かれたんですって、はい、バンバンバンって、うん、で後ろ振り返っても誰もいないと、うん、で同時にね、その振り返った瞬間に耳鳴りとめまいがしてね、うん、なんかうわーってなってきたからもうダッシュで逃げたと、うん、で後にそのおばさんに相談したんですって、はい、そのことを、うん、そしたらもう瞬時にね、そのおばさんはその話を聞いた瞬間にパッてなって、うんうん、あー無縁仏さんはそんなところにあったよねーと、そんな場所気づかんはずやわ、誰か気づいてと泣いてたんとちゃうかとね、すごい嘆いていたと。で後にその地域の役所に知らせたんですって、返しがあってそういう感じになってると、はいはい、ただその後どんだけ役所の人が探してもその場所がちょっと分かんないと、でどうされたのかは確認できていないから、そうなん、うん、ちょっと分からないらしいんですけど、っていうねちょっとねお話いただきまして、ガブリエルさんの体験だ。はい、高校卒業した後専門学校に進んでアパートを借りて一人暮らしを始めた頃のお話らしいです。で当時次の日は早く起きて出かけなければならなかったので目覚ましをかけて寝ていたと、うんうん、で携帯のアラームがあれば心強かったと思いますが、まあ、いわゆるそんな時代ではなかった、うんうんうん、まあ、携帯がなかったかもしれないですね、うん、目覚まし時計だけが頼りでしたと、うん、そんなある日の朝方誰かにおいと呼ばれて目を開けた、うんうんうん、で一人暮らしですから起こしてくれる人なんていませんと、うん、えっと驚いて起き上がりましたが当然誰もいない、うん、よくわかんないから眠気にも勝てずまたバタッと倒れ込むように布団に潜りました、うんうんうん、すると再度おいと声がすると、うん、で最初は気づきませんでしたが年配の男性の声でした、うん、家族だとして思い当たるのは父ですがその声は全く違う声でしたと、うんうん、それでも睡魔に勝てずそのまま寝ていると全くお前はだらしないやつだと、うん、その声の主がこうね拳らしきものを振り下ろしてきたと。でボスっていうこのなんか枕側なのかな、うんうん、この辺をっていう音がして、うん、その衝撃の驚き私は飛び起きましたと、うん、こう殴ってたんですね。こうまあそうだと思う、まあ、こうですってイラストも添えてあるから、ね、いやそれってないですよないですけど多分そうなんじゃないかっていう、はい、いやなんか普通ね、はい、こうボスとかこうまっすぐなんですけどちょっと独特なんですよ、うん、そのノブのねあれはねあの喧嘩あんまりしてないやつのやり方、本当に喧嘩本当に喧嘩してるやつはこういうやつだからねいやもうすげえ気持ち悪かったんですよ、うん、手首が、あそういや本当の喧嘩ってそうなんだよ、ああキモいなこいつみたいな、でもそれが本当の喧嘩なのまあ、ここで喧嘩になってもしょうがないんでね今のは本当じゃない喧嘩ですけどそれで何言ってんすか、いや分かっちゃった、分かんない分かんない、今日一日何言ってるか分かんないけどこっからね、こっからそう音がしてその、はい、驚いてもうガブリエル飛び起きたと、はい、でも部屋の中には誰かがいるわけではなくシーンと静まり返っていますと、はい、あれボスって何の音だったんだろうと思って起き上がってみて驚きました、うん、当時私はそば柄の枕を使っていたのですが枕の右下がへこんでいたと、そうです、拳で枕を殴りつけたとしか思えない跡がくっきりと残っていたのです。誰の拳と、うん、私は眠気も吹っ飛びその場に立ち尽くしてしまいました、うんうん、その時に目覚ましが鳴り私は寝坊せずに起きることができたのですが、うん、あの時起こしてくれた存在が誰なのか、うん、夢だったのか枕に残った拳の跡は偶然だったのか今考えても説明がつきませんと、うんうんうん、ただ朝寝坊な私を心配してくれる先祖の方がいるんだと思うことにしています。あSA さんです。 SA さんか、 SA さんですね、サービスエリアさんですね。そうです、はい、いや違うな違うって言って絶対違うんだからそんなわけねえんだから、はい、サービスエリアさんからいや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 書いてないでしょ、はいはい、私が初めて怖い体験したのは小5、うん、当時バスケの練習があったので、はい、それに行こうとしてこう支度をしてたと、うん、で洗面台に備え付けてある鏡をね、うん、見ながら髪をこうね溶かしてたと、はいはい、そしたら鏡越しに見える台所の高い棚の上に、うん、鏡越しね、はい、わかりますよ、映る台所の棚の上に、うん、生首があるのを見てしまいました、早っ。その棚には運動会などに荷物を入れて持っていくカゴみたいな入れ物が普段は置いてあると。あ、なるほど。ですが
なぜかこの日そこにあったのはカゴではなく、髪が長くてボサボサの女の人の生首、女性の方か。しかも目はしっかり見開いていたのを覚えています。びっくりして数秒生首を見つめたまま動けなかったのですが、はっとして後ろを振り返り、直にこう確認したところ生首はなく、いつものカゴはあるだけでしたと。うーん、怖すぎて、母にも言わないまま私は出かけました、うんうん、で大人になった今もあの生首の体験だけはこう鮮明に覚えていますと。でまた小学校でも放課後、はい、図書館で友達と本を借りるために、うん、それぞれ目的の本棚を見ている時ですが、うん、また生首が現れたのです。あ、頻繁ですね。今度は髪の短いショートカットの女の人。髪切った？あ、違う、髪切ったんじゃない、性別がまずでも女の人一緒か。女の人ですよ、うん、切ったのか。で印象としては古い感じはしません、うんうんうん、ショートカットでね。なるほど、この当時の今っぽい感じでしょうな。で、その時は、うん、まただと、また生首だと、そう思うよね、思って黙ってその場から離れたと、はい、で帰り際に担任の先生にだけにね、こんなことあったんです最近、でさっきもそうなんですよみたいなことを相談したら、うん、その担任の先生が、あなたにも見えるのね。あ、先生も分かってたパターンか。担任の先生は霊感がある人だったので、このことはお友達には言わない方がいいよ、あなたのためだからと。なるほどね。こう優しくね諭してくれたらしいんですよ。うん、でなぜ毎回生首だったのか未だに不明で不思議な体験ですと。大人になってからそういう体験は少なくなりましたが、一度寝ていてなんだか足元が気になって目を開けると、うん、車椅子に乗ったおばあさんがそこにいたことがありますと。すげえな。何をするわけでもなく、ただただそこにいるだけで嫌な感じは全くしないと。うんうんうん、で、よく、聞く金縛りにもならず、その状況になってね、金縛りにもならずに普通に確認できたと。うんうん、霊がいるから金縛りになるとは限らないんだなとそこで初めて気づきました。うんうん、私自身霊感があると思ってないんですが、なんとなく嫌な場所は感じ取ることがあります。これは霊感がある方に入るのでしょうか。ノブさんどう思いますか。いや、あるでしょう。そうなんですかね。生首を見てて先生がだってね、あなたにも見えるもんね、そうそうそうって言うてるわけだからね。そう、それはね、ありますよね。覆面講師ともひろさんの体験談です。面白いですね。覆面講師なんでしょうね。いきます、今から15年前くらい、はい、大学時代の秋の話だと、はい、通っていた大学は、地名書いてあるな、まあ、言っていいんだろうな、八王子周辺にあったのですが、その日学科の友達が急に、これなんていうの、箱根のスーパー銭湯で、これ何、これそのままでいいのかな、天山でいいのかな、天山でいいのかな、うん、っていうところに、広吉って書いてますね。いや、書いてない、それは山本広吉、天山広吉のプロレスラー、ニュージャパンプロレスのね。あ、書いてなかったですか。書いてないよ、天山に行こうって、なんで天山の家に行くんだよ。で、それ、小島が言ったんですよ、ね。いや、違うよ、覆面講師とも、いや、プロレスラーっぽいけども、確かに。違うよ、覆面講師ともひろだから行こうって、違うんですよ。ね、うん、で、小原は何ですか。いや、小原は、マッドドックスのやつは、後藤達人と組んで、うん、スーパードライのビールが少ししか出てこなくて怒ったことがあるけど、あ、その小原じゃないんですか。違う、これ、天山の話。天山の話。天山の話だからね。広吉の話ですね。いや、違う違う、こうちゃんと聞いて、こっからだから、こっからだからね。こっからです、こっからです、皆さん。宴会で爪楊枝をここに刺す芸。天山やないかい、それ。その宴会芸、天山やないか、橋本にやらされてた、爪楊枝刺して。つい引っ張られちゃった。ダメよ。引っ張られることなんだね、例みたいにね。ねえ、あるんだよ。ボケってね、引っ張られますんでね。あるんですよ。で、西村治が何ですか。いや、だから引っ張られすぎだよ。西村治の話してないよ。してないんです。誰が長州力のせいでガンになっただよ。無我の話じゃないんですから、それ。ストレスで、ね。違うんです。ヨガで直したらしい。ヨガで直したんですから。疲れとるやないか。話しすぎて疲れた。ちょ、いきますよ。まあ、要はその学校でね、はい、大学終わった後に友達が箱根のスーパー銭湯の方に行こうと言い出した、はいはい、僕は体育会に所属していて練習があったんで、はい、練習が終わってからなら行けるけど、その後なら箱根に向かってももう閉まってんじゃないのと言ったと、はい、でもいや、それでもいいから行こうよと言われて、僕を含めて男3人と女2人で、はい、小型車、過去トヨタのスターレットって書いてある、細かい、ぎゅうぎゅうになって乗りながら、うん、21時過ぎに八王子を出発しましたと、うんうんうん、今思えばその日は金曜日だったと、うん、本当は温泉に入れるかどうかなんていうのは二の次で、うん、自分の車を手にした運転手、過去女の子がみんなでドライブに行きたかっただけなんだと思います、うんうんうん、
箱根には着いたものの案の定温泉はすでに営業時間を終えていて、うん、じゃあ芦ノ湖まで行ってみようよということになりましたと、うん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 、するとただ普通の道を走っても面白くないから、うん、横道に入ってみようよと男友達の A が提案したと、うん、で運転手を A に交代して舗装されていない車1台がやっと通れる幅しかない山道を走ることになりました、うんうん、僕は後部座席の真ん中に座っていたんですが、うん、その山道の途中右前方の鬱蒼とした木々の中に、うん、ほぼ白に近い色のなんかもやみたいなものが見えたんだって。白いもや。そう、うん、それは立っていてこちらを見ているように感じ取れたと、うん、なんかこっちの方ね、うんうん、でこの方思わずわっと小さく大きな声を驚いた声出してしまったと、うん、僕がたまに嫌な感じのする霊が見えるというのは同乗していた友達のうち、うん、車の持ち主の女子以外みんな知っていたので、なんかいたのと問われたのですが、みんなを怖がらせるのは申し訳なかったので、うん、なんかいたような気するけど嫌な感じはしなかったから気のせいだと思うと、はい、そうやってごまかした、ね、でも本当は車を先導する形でそのもやはね山道の先を移動していったと、うん、車をなんかこっちに導くような形で走っていたと、はあはあはあ、で僕はそのもやを見た瞬間から心の中でずっとお邪魔してすいません、ただ山道をドライブしようとしてただけで何か悪いことをしに来たわけではないんです、うんうんうん、本当にごめんなさいと念じていましたと、うん、でも実際そのもやから特に嫌な感じはしませんでしたと、うん、当時はナビもなかったので山道に入ってからは自分たちが具体的にどの辺を走っているのか分からなかった上に、途中何箇所か分かれ道があったのですが、僕はいかにも地図が頭に入っているかのように、え次は右ね、そこ左に進んでと指示をしていましたが、実際はそのもやが行く方向を指示していたと。体感的に10分ぐらい走ると舗装された道路に出る、うん、山道の出口付近に白っぽいもやはとどまっていたと、うんうん、するとそこは下り坂でカーブの連続する手前の地点で、うん、十数台のバイクがドリフトのようなことを楽しんでいるようで、うん、待機しているバイクが車線を塞いでいるせいで僕ら行く手を邪魔された状態になりましたと、うん、山道を運転してきた A がこれを抜ける自信ないから運転変わってというので、僕が運転席に座ろうとした時にもう一人の男友達の B が走り合って、本当迷惑だよなとボソッとつぶやくと、うん、さっき道案内をしてくれて山道の出口にいた白っぽいもやが、うん、僕らが乗っている車を追い抜いてバイクの集団の方にスーッと移動していったと、うん、しかもさっきまでほぼ白に近い色だったのに、うん、赤みが強い紫色、うんうんうん、ちょっと黒も混ざってるようなイメージって書いてます、うん、に色が変わったと、うん、で今から出発しようとしているバイクに乗っている人の真後ろにそれがくっついたんだって、うん、するとそのバイクが出発してから数秒後、うん、ブレーキの音、タイヤがスリップする音、何かに激突する音がほぼ同時に聞こえてきましたと、うん、その場にいた走り屋たちは慌てた様子ながらも慎重に音のした方にゆっくりと進んでいったので、それに続いて僕らも進むことができましたと、はい、車の中からしか見ませんでしたが、バイクはガードレールを突き破って転落したようでした、はい、走り屋たちは右往左往していましたが、学生が携帯を持つような時代ではなかったので、うん、僕らはそのまま下って交番、うん、確か警察署ではなかった記憶ですって書いてますね、うん、に行って事情を話して、警察官の方が現場を見て帰ってくるまでの30分くらいは交番で待機しなくてはならない状態になりましたが、うんうん、僕らは事故とは無関係な目撃者ということで、うん、知っている事情だけを話すと返してもらいました、うん、まあ念のためといって名前住所電話番号は控えられましたですね、うんうん、住んでいた地域と事故が起こった地域が違ったので新聞の地方版では確認できず、うん、全国版には載っていなかったので死亡事故には至らなかったのかもしれませんが、どういう事件だったかちょっと分かんないけどっていう結びなんですよね、うんうん、話はそれてしまいましたが、帰宅してから地図を確認したのですが、あの山道がどこだったのか結局分かんないと。その当時嫌な感じのする霊しか感じ取れなかった自分が唯一親切にしてくれた霊の体験でしたと、うん、というかあの霞はとかもやは本当に霊だったのか、うん、白っぽい霞みたいなものが急に色が変わるって、僕らの邪魔をしていたバイクを事故らせることがあるのか、うん、あるとしたら僕らにはなぜ最初親切に表に出る道を案内してくれたのか不思議で、うん、なるほどね、うん、な見解を教えてくださると幸いですっていう話なんですよ。ゆうやさんです。お、内田ゆうや。そうです、内田裕也。絶対違うでしょ、シェキナベイベー。いやいや、内田裕也だよな完全にね。いや、内田裕也は多分言わないよ文の上では。新しい杖を買ったんだ。いや、やっぱね、これだからね、これのイメージがあるからね。嫁のキキキ。いや、止めろよキリンもよ、送ってくんの。なんで七不思議チャンネルで送ってきてんだよそんなの。ダメですよ。おいもっくん。言うのそんなこと。おいもっくんって言うの、わかんないけど。いきます。はいはい、この方が20代前半の時、
のお話だそうですが、はい、一人暮らし初めてねしてそこに住んだアパートで起きたことらしいんですけど、うん、アパートはもうだいぶ古いと、うん、木造2階建ての長屋で、その頃土木関係の仕事してたんですって、はい、力仕事ね、朝はもうその事務所に6時集合、うん、早いな。で家に帰って、来るのも夜遅くなることも当時はザラだったと、うん、でその頃に住んでたアパートは神奈川県にあったんですが、はい、徒歩10分で、小田急線の最寄り駅もあり、交通は電車と徒歩で職場に通っていたと、うん、で地元に飲み屋もたくさんあって、たまに自分もご褒美的な感じで一杯ね飲んでから帰るみたいなこともあったと。いいですね。でそしてなぜここのアパートを借りたかというと、うん、家賃はですね、まあ風呂はなしだったけども、はい、2万ちょいなんです。安っ。和室のワンルーム、それは安いな。風呂屋も近くにあって歩いて行けるし、駅も近いし便利だと思ったからそこに住んだと、はい、ただそこに住み出してから約2年ぐらい経った頃、うん、結構経ちましたね。2年は結構経ってますね。たまに夜中お酒で泥酔した人が工事現場にあるスコップと、うん、あの点滅灯ってあるじゃないですか、あなんかこうやってですね、もう片方ずつ持って家の近所で大声で叫ぶ中年男性が現れたんですって。夜中に、うん、はあ、で隣にマンションの住人の車が止めてあったのですが、はあ、その車の前まで来ると、ええ、急に気でも触れたかのように、うん、その駐車場にある車のボンネットを叩き出したり、おー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 、別の日には自分のアパートの前を夜中通った人が、はあ、規制を上げて走り去っていくなど起こりましたと。ちょっとやばいですね。変なやつが 2,3 人現れて始めたと近所にね。でその後も似たようなことが多々あったと。である日帰宅が夜22時ぐらいになって相当疲れてたと、でふと自分の部屋へ行くのに外階段をこう登っていったんですね、はい、でよいしょっていう感じでね 1,2,3 と階段をねこう数えながら上がったんです、うん、あ、まあなんとなくノリでね、で間違えたかな間違えたんかなと思って、うんうんうん、思いつつもう一度ちょっと数えたんですって、うんうんうん、でね1,2,3 って最後の一歩が13階段だった、うん、ああなるほど、いわゆるたまたまだろうと思いつつ、うんうん、部屋に入り和室へ入った後一回バタンと大の字で寝転がって、うん、ああ疲れたなとうとうとしだして、間もなく生まれて初めての金縛りに遭いました。あ、初めてだったんですね。でも不思議と冷静になって、うんうん、へその下の丹田に力を込めるようにこう集中してみると、はいはい、金縛りが解けるよってこう友達から聞いてたんですって。あ、聞いたことありますね。で試して数秒金縛りはすぐ解けました。あ、効果あった。で、うん、で解けてからとりあえずテレビをつけようと体を起こして、うん、あぐらをかいてねこう座って、はい、でテレビをこうつけたんです、はい、パチッと。そしたらその数秒後急になんかグワンと背中に重み感じたんですって。乗っかられた何か。で、あのこの上にね、うん、大人が背中にずらって覆いかぶさってきたような重み、うん、感触があると、うん、で何これと、さすがにびっくりして立ち上がろうとしたけども、うん、こうおぶさってきたものが重くてこう立ち上がれないんです。あぐらの状態から。でおのずと視線はテレビの画面の方を向いていたと、はい、そしたらすると間髪入れず右の耳の後ろから、うん、吐息と同時に女性の苦しそうなっていうね、うん、声が響いてきたんですって右の耳に、はい、であまりの出来事にテレビはつけっぱなしでそのままにして後ろも振り返ったらまずいと感じて、うん、とりあえず当時持ってたガラケーが作業着の胸ポケットに入っているのを思い出して、うん、なんでかわからないんですが、うん、この手は動いたからこっからね、うん、携帯電話取り出して、うん、で当時ガラケーですよ、うん、でそのガラケーでお母さんに電話したんですって。あ、そしたらお母さんがもうそんなわけわからん感じで連絡してきたのに、うん、一つ一つ冷静に電話越しで聞いてくれ、うん、であとちょっとそのまま電話切らずにいなさいと。あら、でお母さんの足音がこの電話のね、うん、向こうからタッ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 ちょっと遠ざかっていったんです、そしたらなんかねゴニョ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 話してるその話し声だけは聞こえてくるんです、はいはいはい、で何にもねその内容は分からないですけど、うん、お母さんがなんかゴニョゴニョ言うてるんですって、うん、その間も右の後ろからはさっきの女のねこううめき声が、うん、うーっていうのがどん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 ボリュームでかなってるんですって、うん、はいはいはい、うーっていうのが、うん、でどれぐらい経ってからかは分からないんですがお母さんが電話越しに戻ってきて、うん、あんたはこれだけ口ずさんでって言われるんですって、はあ、私もするから大丈夫信じてお母さん信じてやってみなっ
で言われるがままにお経を唱えたんですって、はいはい、お母さんが言うのをこの後から追ってね。なるほど。でお経を唱え、それをこうどん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 やっていくと、こう音楽がフェードアウトしていくようにこの重みもスーッと消えていって、で声も聞こえなくなって、はっこれで助かるんかと思った瞬間に、受話器の向こうからお母さんが、まだ気抜いたらダメだと。え、まだなの。うん。でそれを言った直後に、えってね、この多分ねこの絵なんですよ。いやその絵じゃないでしょ別に。いやこの絵ですよ。普通の絵でしょ。いやこれ、いやそう普通の絵じゃんこれは。どう考えてもこれね、これこのね、ページ間違いすぎだよ。いやこれすげえ動くの、すげえ動く、ね、ほらこれ母がまだ気を抜かないのってあるでしょ、うん、怒られてんですよだって。いやわかるよ。でそれ言った直後に、ほらこれ、これどう考えても普通の絵だよねこれ。嘘。絵にちっちゃい「つ」がついて1個だけびっくりマークがついてるだけだよこれ。迷うわ。これ前全然迷わないでしょこれ。もっとびっくりがいっぱいついてるやつを。ちょっと投稿階段に「絵」って入れるのやめてもらっていいですか。みんなつけるよ基本的に。こういう話なんだから絵は絶対あるんだから。これは俺迷うわ。これはめちゃめちゃ分かりやすいやつだよ。なんでこんな終盤で迷うんやろ。いや迷わない、普通に読めばいいんだからこれちゃんと。あ、いいんですね。いいんです。音楽がそうだから母がまだ気を抜かないのと。そうそうそう、言った直後に、うん、病気だよもうお前ほんと。見てもらおうよほんと、なんとかしようぜ、治ると思うから。手握っててあげるからね。あ、痛い、痛い。何の病なんてもう分かんないけど。でね、僕が電話越しにね、はい、言ったと同時 に背中から何かが体を貫通して通り過ぎ、その通り過ぎていくその瞬間に断末魔のような、ね、わーすごい断末魔聞こえちゃった。体をすり抜けてたんです断末魔と。肉眼では抜けてったものが確認できなかったんですが、はあ、恐怖体験の一つとして。これは最後がすごいですね。でしょ。誠さんからいただいております、これね、蛇について体験したお話です、はい、実家で母と思い出話をしていた時、話題が母方のおじさんの話になったと、はい、でその方っていうのはね、いわゆる商売の才能、商才がありとても人気のお店を自営していたと、はい、で母は高校卒業とともに、姉であるおばを頼って姉夫婦の家に住み込む形でお店をお手伝いしていたそうです、うんうん、で母が言うには昼間は普通に見える姉夫婦でしたが、夜中に必ず夫婦の寝室からですね、大きな音がどん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 と鳴るんだって。で今思えばね、おそらくおばが、おじから DV を受けていたんだろうと、っていうことでしたと。またおじは放蕩な一面があったらしく、いとこのお兄さんからね、父は癖の悪いところがあるから、誠ちゃんに気をつけてと忠告を受けていたと、でその誠さんまだね女性なんですけど、小さい頃だったとね、でその話を聞きながら、なんとなく亡くなっているおじの状態を見ていた私は、見ていたってね、この方見えるんですよ。見ていたって、そのおじ亡くなったおじさんを、はいはいはい、いわゆる見ていたらしいですね、そしたら思ったんですって、あれどうしておじさんは蛇に絡まれているのと、亡くなっているおじさんに蛇が絡まっているのが見えたらしいんです、で母に尋ねましたと、私に見えていたのは亡くなったおじが大きな蛇に巻きつかれ、魂がまるで薬物患者のようになっている姿でした。すると母は、蛇、あ、そういえば蛇を信仰してたかもと、生前のおじのことを思い出したようです、母曰く生前のおじは商売繁盛を願って、伏見稲荷によく参拝に出向いていたようで、千本通りを歩いていた時にね、ポトッとおじの前に小さな白蛇がどこからともなく落ちてきたそうですと、おじは神の啓示だと白蛇を信仰して家にお社を用意して祀っていたと、ただ、まあ、この誠さんの感覚から言うと、蛇は人を化かすと、おじはもともとお金への執着と放蕩な癖、DV があったので、蛇の特徴とマッチしてしまい、惑わされたのかなと思いますと、事業はとてもうまくいき、巨万の富を築き、この世では恵まれていましたが、蛇は必ず見返りを求める存在ですと、おじは見返りに魂を食べられてしまったのじゃないかと思いますと、欲にまみれた魂は蛇の好物なので、死してなお、たかられているのが見えたと、欲で丸々と太ったおじはさぞかし蛇にとってごちそうだったと思いますと、何かに手を合わせるときは、相手を選ばないとダメなんだなと学んだ体験でした。なるほどね。だからその誠さんの中では、
まあ、その見える能力があるので、うんうんうん、まあ、亡くなってるねおじさん生前は、うん、いわゆるそのすごい成功した方なんだけど、はいはいはい、その亡くなってから、うん、こうギューって締め付けられて苦しんでる姿っていうのが、はいはいはい、まあ、見えてしまったっていう、うん、非常になんか執念深いヘビ。そうね、ヘビ、うん、やっぱヘビって怖いよね。成功させたけど、うん、もうその分ちょっと、ね、見返りというかね、うん、っていう話でね、すごく怖かったんですね、これね。香織さんです。あら、牧村。私は100トンの、いや、やっぱ牧村香織だったよねシティハンターのサイバリオのパートナーのショートカット、肩パッドが入ったジャケットを着ている。いや、やっぱ牧村香織だったねなんで送ってきたんだろう。怖い話いっぱいありそうだけど、ヒトコアとかはねXYZ 頼みますよ。はい、まあ、海坊主の話とか出てきそうだけど、ユーマみたいな感じで。私がまだ海坊主と仲良かった、ね、やっぱ海坊主の話出てきたよね妖怪みたいな感じのネームだからね。実家は新宿なんですか。いや確かにそうだと思うけど、海坊主ただのハゲのグラサンのやつだから。進まんな。進まん、やばいな。うん、次は読めると思う、はい、ちゃんとやります、うん、やりましょう。私がまだ実家にいた頃の話なんですが、はい、実家は自営業で、うん、サイバー料が遅くに帰ってい、けると思ったけど、俺もなんか俺いけそうな感じだったらまた入っちゃった。どっちも惜しかったよ。すいませんね、うん、主題歌はゲットワイルドやっぱそうだけどもうやめます。ごめんなさい、愛のパズル。ごめんなさい、もう、ね、ごめんなさい、もうボケません。すいませんねいきますよ、はい、で自営業でね、はい、父が遅くに帰ってくるなど夜中に音がしても不思議はなかったんです、うん、でね、帰ってきたな、なんか美味しいもの買ってきてるかなと2階から降りていっても誰もいない、うん、あら、母と妹は寝ているってことがよくあったと。はいはいはい、そういうことね。そうそうそう、香織さんがね、よかった。そうそう、よかったんですね。でドアの音がするんですが誰もいなくて、うん、しばらくすると今度は父が帰ってくるとかが何度かあったんですって、うん、だから降りてって誰もいないじゃん、はい、なんだよってちょっとぼーっとしてたら、ただいまーつって、あー帰ってきた、お父さん帰ってくるってことで多々あった、あったと。でそれはこう妹がね、うん、たまにその音とかも聞いてるからそういうこと分かってると、はい、本当実際にあったよってことね、はいはい、である日妹と2人でテレビを見ている時のこと、うん、私はテレビの前ぐらいに座っていて、妹は私よりも後ろの方からテレビを見ていたと、はい、でつまんないね、何見るとか話していると、うん、突然妹がお姉ちゃん危ない、危ない、妹が叫んだ。テレビ見てるだけやん、何と思って振り向いて、うん、でね、こう多分こう座ってた体勢もこう変えたんですって、はあはあ、でね、そしたら体ごと振り向いたというか、こう体勢を変えたその瞬間にガシャーンと音がして、うん、テレビの上、天井に取り付けてあった電球がこの香織さんがいたあたりにドーンと落ちてきてたんですって。うわー、すごい、危な、怖っ、何、危なと、あー、なるね、こう言っていると妹はうえーんと泣き出したと。どうしたどうしたと妹に声をかけながら、ふとなんで妹は電気落ちてくるの分かったんだろうと思って聞いてみると、そうね、テレビと壁の間に黒い人がいたって言うんです。テレビと壁の間の黒い人、多分体型的に男性だと。でその黒い人がいるだけなら妹も黙っていたけども、うん、電球に手を伸ばしてきたんですよ、その黒い人で、こうガーってやったんですって。それも見えちゃったってことか。それも見えてたから、とっさに危ないお姉ちゃんって言う。それ言うね。その影が誰なのか何なのか全く分かりませんが、ものすごく怖かったです。それは怖いわ。でちょっと短めのやつをもう一ついただいてるんですよ、ちょっと不思議な話になるんですが、ということで、はいはい、知り合いのおじさんが亡くなった時の話です、うんうん、親が家族ぐるみで仲良くしていた方なんですが、うん、その方は釣りが趣味で、ね、こうよく釣れたものとか山入ってね、山菜なんか取ってきて持ってきてくれたりしてたと、うん、でその日も釣れたら持ってきてくれるって話だったんですが、うん、自分の船から落ちて亡くなってしまったんですって。魚釣りの時、うん、お一人で釣りに出ていたので詳しいことは分かりませんかと、うんうん、でお通夜に、香織さんとお母さんでおばあちゃんと3人で行ったと、はい、で亡くなってから数日経っていたからなのか、こうダビに、してあれなの、ね、うん、で、うん、祖母は付き合いも長い方だったのでね、しょんぼりしていたと、うん、でお母さんとおばあちゃんをこう自宅にね、こう送り届けて、はい、で私も少し実家に寄ってから帰ろうかなと思って、うん、で実家の中に入った瞬間、ものすごく不思議な、でも嗅いだことのある匂いが部屋中からしていることに気づいたんですって、うん、あーなんかこれ嫌な匂いだなってね、うん、思ったんですって、はい、
多くの匂いだな。いやそれ俺が間違えて買ったやつね。間違えて買ったっていけると思ったらいけなかった香水のことだから、それなんか嫌だなと思ったんです。いやいやいや、やっぱ嫌がられるね、あの匂いね。で窓を開けてね、はい、タバコを吸ったら、はい、その匂い消えてタバコの匂いになるかなと思ったんですって。あ、はいはい、で窓を開けてね、こうタバコ吸ったんですって、うん、はい、でもタバコの匂いはしてんですよ、うん、でもタバコの匂いの周りにその匂いが消えないんですって。そんなになんか漂ってるもんなんだ。普通タバコの匂いの勝つじゃないですか。タバコは強いからね。でも消えないんですって、うん、でその間お母さんは喪服から部屋に着替えたりしてたけども、一言も話さず黙って着替えたりしてたと。で、もう夜だしこの話はするべきじゃないと、うん、でお母さんが怖がったらいけないと思ってたわいもない話をしてから実家を出たんですって、はい、で実家が出てからはもうその匂い全くしないと。あ、そうなんですね。で数日後お母さんと会うことがあったので、その日の匂いについて改めて話してみたんですって、うんうん、そしたらあの日お通夜から帰ったらさ、うん、でこう香里さんが言ったら、うん、お母さんがあー分かる分かるみたいなこと言うんですって急に、はあ、でそんな顔したので、うん、言ったんですって、その香里さんが、うんうんうん、匂いしたでしょっつって、うん、でそしたら家中がものすごい匂いしたと、お母さんも同じ匂いを感じていたようでした。あ、そうなんですね。でお互いどんな匂いやったってこう言ったんですって、答え合わせして、うんうん、そしたら2人とも火葬された骨をね拾う時の、はいはい、火葬された匂いなんですって、骨の。あ、まあ、独特の匂いあるか。でその匂いだったので、その亡くなったおじさんが来たのかなってお母さんも私も思ったので、怖くないような、うん、でも気持ち悪いような感じでしたと。でもその匂い自体は胃の中に漂っていた時にものすごく嫌な感じがしたんですって。そうなんですね、うん、で物を燃やした匂いとは明らかに違う、焦げ臭いとかではない、火葬した後の、うん、間違いなく骨の匂いだと。あれはね、あれは何なんだっていうお話をね、なるほどね、いただいたんですが、いきます。はい、原さんからいただきました。原さん、はい、うん、アシュラですね。いやいや、もう辰徳じゃねえのかよ。ヒットマンラリアと。いや、なんで SWS から WAR だよ。青いタイツで持ち技ラリアットとバックドロップと頭突きぐらいしかないんだから。これは天竜と一緒に体験した不思議な話。いや、竜言同盟の時の話じゃなくていいんだよ。なんで天竜も込みでの体験だ、今喋ってくれんだ、すげえ聞きてえよ。気になりすぎだろそれ。はい、もうちゃんとやりますんでね。最後なんで本当にね、お願いします。いきます。はい、これね、はい、ちょっと島田さんの YouTube の書き込んだらしいんですけど、ああ秀平さん、はいはい、ちょっと聞いてくださいと。以前いただいたものなんですが、はい、この方が金縛りになるときは必ず起きてるときに予兆があるんですって、うん、空気の圧迫感と耳鳴りがあると。で学生の頃から金縛りは多々あると、うん、それで最近だと一昨年に出産をして、うん、その時の入院期間中に起こった、はあはあ、で、母子が同室だったんですって、はい、お子さんと、うん、で夜中の授乳が終わって一眠りしようかなと思ってベッドに横になった、うん、真っ暗だと赤ちゃんの様子が見えないから部屋薄明かりで、うん、顔にこうね、自分の顔にこうタオル乗っけて暗くして寝ようとしてたんですって、はい、でその時に部屋の外からコンコンコンってノックが鳴る。あれ夜中の見回りかしらって、うん、でもそんなことないんですって、夜中だし、もともと ね、で呼び出してない限りは、うん、そんなことはないと思った瞬間にビンと金縛りになった、なっちゃった。でタオルを顔にかけてたから、はあ、こう薄めの状態だったんですが、うん、ガラガラガラって扉がねこう開く音が聞こえて、あら、ライトでこう部屋を見渡すように辺りが眩しく感じたんですって、ここの隙間から見えるね、感じが、ね、見えると、うんうんうん、で誰誰誰とパニックになって、で見回りだとしても、うん、赤ちゃんが寝てるところそんなしないから、これは誰なんだろう、まずね、おかしいと、うんうん、でその後急にですよ、はあ、体が浮く感覚があったんです。浮いてきちゃった、そうそう、浮いてきた、浮いてきた。で今まで背中に感じたベッドの感覚がまるでなく、あ、怖いね、鉄棒で大車輪ってあるじゃないですか、はいはい、ぐるぐる回ってこういう、うん、ぐるんぐるんぐるん、その鉄棒の大車輪の技のように縦回転をしてるんですって、うん、自分がベッドの上で、怖いな。で勢いがすごくて、このブランコでこう、うわーってやってるぐらいの感覚でぐるんぐる回されてるんですって、うん、で体感的に 2,3 分ぐらい続いた気がするんですって、うんうん、でものすごい恐怖と同時に出産後で、この 2,3 時間ごとに授乳せなあかんから、こう睡眠不足でね、体も疲れ切っていたと。だからもういい加減にせよと怒った。
切れたんですって心の中で、てめえと、ふざけんなと、だこらと、出産して疲れてんだこっちはと、はい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 、幽霊だかなんだか知らねえけど本当にやめろよと、ものすごく怒ったんですね、はっきりとね、心の中で思ってると、だんだんと回転がゆっくりになってきたんですって、反省したんだ。でまたベッドの感覚が背中で感じれる、でライトで照らされてる眩しさもなくなり、金縛りがゆっくり解けたと、はいはいはい、あれは一体何だったのかと、正体もわからないし見えてないからね、全くわからないです、私のモヤモヤした不思議体験ですと。うん、